学生時代、母が、そうですね、パン屋で、社員で、あ、そうなんでそうすなんか。です、働いてて、で、それがあったので、私も高校生の時に、パン屋でバイトしてたことがあったんですね。ええ。で、もう、パンに対する、なんだろうな、パン好きだなっていうのは、その時からもうずっとあったんですけど、ただ、パンを食べ続けてたら、どんどんブクブク太そんなことないじゃないですってちゃう。いか。や、それが、高校生の時、もっとムチムチだったんです。そう。で、これはもしかしたら炭水化物が原因なのかなと思って、一時期パンは好きなんだけれど、泣く泣くパン屋の前を通り過ぎるのをやめるっていう、もうパンを見ないように生活してきたんです。で、それが本当に1年前ぐらいまで続いてて、見で、ないようにしてたんですか？そうなんですよ。そんなことできるんですいか？やー、できてたんです。結で、構我慢強いですね。我慢してました。もう、だって、パン屋さんに入ったら、買いたくなっちゃうじゃないですか。食べたくなっちゃうじゃないですか。コンビニでも、今、すごい、なんでしょう、国産小麦を使ありっますたね。パンとか、いっぱいあるじゃないですか。食べたいって思うんですけど、そこを我慢して、やってきてて、で、プレミアムの雑誌が目に留まったんですね。ああ、これ読んだらきっとやばいなって思ったんですけど、手に取ってしまって、で、そこからですね、パン欲が、私の潜在的パン欲が、パーッと開花してしまって、もう大人なんだから、いかにして痩せるかっていうのは、いろいろ方法があると。なるほど。別そう。の方向でね。別の方向で。で、こんな楽しいパンの世界があるのに、このまま人生過ごしてたらもったいないそよっりゃて、そうです。そう思って、もうデブキャラでいいじゃないですか。デブキャラでいいそしたら。ですか？本当に？ いい大丈夫かです、大丈夫です。みんな許してくれますから。な？ 許してくれますか？いやいや、みんな太ったとか言うんですよ。結構。そうなんです。